UTY アナウンサーの小島勝です。11月21日水曜日の山梨今市、今回は山梨大学ワイン科学研究センター長の奥田徹さんをご紹介いたします。でこちら の, あの研究センターなんですけれども、ワインを専門に研究するという全国でも珍しい施設となっているんです。誕生は1947年と、ずいぶんこの、ね、前から作られているというわけなんですが、ですから卒業生は今や日本全国で活躍しているというふうに言えるわけで、日本のワイン作りを支えてきた場所と言っても過言ではありません。でそんな中、奥田さんは学生だけではなく、すでにワイン作りに携わっている皆さんに対する養成プログラムなども行っているわけです。日本のワインは今世界から見ても年々その評価が高まっています。その中で山梨がその日本ワインをどのように引っ張っていくのか、その奥田さんの手腕が期待されます。詳しくは21日水曜日の山梨イマジンをご覧ください。夜6時55分からです。